パルマデマヨルカ空港は、パルマデマヨルカの約8キロメートル東に位置する国際空港である。ソン・サン・ジョアン国際空港の名称でも知られている。パルマデマヨルカ空港はスペインでは、アドルフォ・スアレス・マドリード・バラハス空港、バルセロナ・エルプラット国際空港に続く3番目に旅客数の多い空港である。 夏のバカンスシーズンには旅行者で空港はヨーロッパでも最も混雑する空港の一つとなる。東空港はドイツの航空会社であるエアベルリンがハブ空港としていたが2015年11月にハブ事業を終了すると発表したパルマでマリオルカ空港と表記されることもある。空港の面積は6.3平方キロメートルを占め急速な旅客数の増加に合わせて 1965年にターミナル A が1972年にターミナル B が整備されている。地元建築家、ペレ・ニコラウス・ベレット設計によるメインターミナルは公式には1997年4月12日に開業している。現在、4つのゲートエリアで構成され、ターミナル A はほとんどが国内線に共用され、ターミナル B、C、D は 国際線に供用されている。就航路線はスペイン国内やヨーロッパ域内となっている。空港の処理能力は年間2500万人で1時間あたり1万2000人の旅客を取り扱うことが可能である。旅客数の増加分を含め2010年までに3200万人、二千十五年までに三千八百万人の旅客数を扱うことができるようにする拡張計画が ある。2001年9月11日に発生したアメリカ同時多発テロ事件により一時的に旅客数は減少したが、その後増加に転じている。しかしながら2008年以降の世界金融危機により旅客数は再び減少傾向にある。スペインの空港旅客数順位中期中のスパニエア。ありがとうございます。